はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ギターラインインストラクターのマリアマリオカことマリちゃんです。今日は久々の、エフェクター比較動画みたいな形を撮っていきたいかなと思います。今日は多分映っていただいてると思うんですが、こちらですね、セリアトーンから販売されているセンチュラっていうケンタウロスのコピーモデルのものと、あとはモスキーのゴールデンホースですね。こちら3000円の安いケンタウロスのコピー品になってます。これを引き比べてみたりとか、あとはジョメイヤーがケンタウロスを使用してるとのことなので、実際にジョンメイヤーが使っている TS10、チューブスクリーマーの TS10 と、両方繋いでみて、どんな音になるかっていうのもいろいろと実験していきたいと思います。それでは行ってみましょう！レッツゴー！はい、じゃあ今日はこの角度でお送りしていきたいと思います。まずはこれ生のクリーントーンの音です。こんな感じになっています。で、ちょっと最初触った感じ、ノブが同じ位置でも全然違う音になってたので、その状態からちょっと弾き比べていきたいと思います。まずこっちのモスキーの方からいきます。同じノブの位置でも、やっぱセリアトーンの方がちょっとパンチのあるような音がしてて、ゴールデンホースの方はちょっと下にこう、くぐもっていくような感じの、印象があります。なのでちょっとおすすめ的なのは、結構トレブルが重要ポイントになってて、ここら辺のトレブルをちょっといじってあげると似たようなトーンになってくるかなと。廉価版でも、こっちに負けず劣らずな感じになるかなと思います。差はありますけれども、方向性はかなり似てるかなと思います。で、僕がすごく感じたのが、こっちの、センチュラの方のトレブルです。すごくいいなと思ったんですけど、このトレブルなんですけど、普通のエフェクターとかってトーンとかがついてて、トーンをどんどん上げていくと、まあ、普通にフルとかで使えたりとかはしないんですけど、センチュラの場合はしっかりとトレブルだけが上がる、プレゼンスが残ってトレブルが上がるみたいな印象がすごいありました。はい、今もうほぼほぼこれ3時ぐらいに上がってますけど、全然聞いてて痛くないですよ。プレゼンスが残ったまま本当にトレブルだけ上がってくれるので、抜けのいいトーンとかがすごい作りやすいかなっていう印象があります。逆にこっちのゴールデンホースの方とかだと、結構がっつりめに上げちゃうと、ちょっと上がっちゃって、ここら辺がいい抜けのいいトレブルなんだけど、プレゼンスが痛くなっちゃうみたいな印象が結構ありました。で、あとさっき思想してて思ったのは、ボリューム、これアウトプットの部分ですね。アウトプットの部分をちょっとボリューム大きめにすると、なんとなくゲインが上がった気がします。こっちでゲイン上げるのもすごいいいと思うんですが、これぐらいな12時ぐらいに設定して、アウトプットちょっとがっつり、ちょっと大きめに。
上げてあげた方がいいドライブトーンが作れるんじゃないのかなっていう印象が結構ありました。これは、共通して、似たようなところであったかなと思います。さあ、いかがでしょうか。今回2つ、引き比べてみたんですが、3000円でも実際の、なんていうんですか、ケンタウロスの、一番近いコピー品みたいなものに、近づけるってことはすごくわかりました。ただ、やっぱりこちらにはこちらの良さと、あと使いやすさがすごくあります。いろいろこう試行錯誤して、あ、ここなら OK っていうのはあるんですが、こっちはもうどんなセッティングでもケンタウロスの音がポンって出てくるような印象をすごく受けたので、その自分の予算とかに応じて、使い分けていただけたらいいかなと思います。じゃあ次は、TS10 繋いでみましょう。